がソリでハモるところがあるので、震えるほどハモりたい。震えるほどハモりたい。で、なんか美しいところに。そうですね、割と。1、2、3。全部一緒に保つか、最後の方にかけてちょっと増やすぐらいのつもりで吹いてみましょう。はい、2分音符とかあるかな、はい、特に2分音符いきます。1、2、3。上がっていくじゃないですか。最高声部の人は、上に上がれば上がるほど音量を大きくやってみましょう、長い音符音量をキープするかちょっと増やして上がるにつれて音量を大きく。1、2、3。落ちたり少なくなったり切れたりっていうのがそこかしこに混ざってるとなんかこうはまってこなくなるんです。実は、最後の音は 何の音ですか。何と何 F の位置の和音です。あらどっかベー吹いてる人はベー吹いてる人は多いな。ベーは1人ベーで3人 F、ちょっとそのバランスの悪さあるかもしれないです。パートがファーストとサードを重ねてて、セカンドとコースを1個ずつにしているので、ちょっとひょっとしたら、Dから引っこ抜いて、そうですね。わかりました、ちょっと確認。最後の音、Dはい。1、2、3。なあっていう出だしのパーラーとかですとはそうですねとかずっとフレーズの切れ目とか、お見合い状態かなやっぱりちょっと、で最後のあのお悩み相談、はい、私のお悩みはそこでして、で要はあのこのメンバーになる前は4音でやってたんですけど、まあ、2人めちゃめちゃ吹けるメンバーがいて、もうパート固定してたんです。1、2、3、4。だからもうみんながその、役割を分かった上でできてたし、まあ、1と3が吹ける人が、ね、いたのでもうそれに寄り添っていけば、パートのセクションとしてはすごい響きがしてたんですけど、今はあの、まあ、レベル的にはあのみんなそこそこ吹けるんですけど、まあ、そんな突出して吹ける人がいないのと、あとそのスタミナの問題もあってずっとバーストとか吹き続けれないから結構回してるので、そのためにこう役割をきちんと認識できてないというかっていうのは悩みであるという、今日聞いてるとそのリードする前に出るってことを誰もやらないでいる状態なので、周りを聞く合わせようとするっていうのはみんなやってて、だから西部として上の方を担当してるときはまずリードですね、それ基本に。だって内声部低音吹いてるときにあの前半でも言ったけど、ちょっと時には実験として出してみてサンセクションサウンドにプラスに当たるかなマイナスになるのかなとか、どのパート吹いててもいつも同じで吹くんじゃなくていろいろ試すで個別にね、それであよかったぞっていうのを見つけていくっていうことが、その別にこの段で今後やる限りは君は基本ずっとサードかとかそういう割り振り方をする予定はないわけでしょ、ね、でみんなで回していくわけですから、そうリード
するとき、ついていくときのリードするときもありますよっていう。今日までのところだったら多分なんかもやついたり立ち行かないのはだいたいリードがいなくなってるときなので、まあそういうときは若いもんに頑張れって言えば常に言ってます。ちょっと一般的な答えですけれども、いかがでしょう。ありがとうございます。まあそれをみんなが意識すれば変わっていくんじゃないですか、うん、はい。まあ、ちょっと時間もあれなんで、ええ、あの楽器的には音を立ちやすいので、この日本は日本、ね、あのリードしやすい。リーダー向きの武器は手にしてる。